はい、じゃあそれではこの動画はゆりのの1週間コーディネートの動画になってます。まあちょっと冬から春にかけての途中の1週間って感じの、ちょっと今なら厚着に見えるかもしれないんですけど、その時着ていた服をご覧ください。どうぞ。はい、まず1日目はこんな感じです。ジャケットを着たスタイルですね。どうですか。まあいつもジャケット結構好きなんですけど、大きめのサイズを着たりすることが多いです。あとマリンセルのレギンスとかはめっちゃお気に入りで、あとはこのまあ今だとこれその時寒かったけど、今ならカーディガンだけとか、カーディガン着ないでジャケットだけカーディガンなしとかで歩いてます。 T シャツはステューシーです。まあこういうラフなスタイルが多めですね。ジャケット着てたらまあいいっしょみたいなとこはあります。はい、2日目はこんな感じで黄色いヒョウ柄を着てみました。マコマリアのセールで買ったやつです。まあちょっとメンズライクな日ですね。サングラスもしちゃってとかで、このバッグはシャネルのヴィンテージで唯一シャネルのバッグで長く持ってるのはこれがしか持ってないです。あとロンティーになったらこんな感じで、ネイビーのロンティーは最近はちっちゃいぴったりサイズを履いてます。靴もめっちゃお気に入り、アレクサンダーマックイーンです。イエイ。はい、3日目はちょっと大人っぽい感じで攻めた感じの日ですね。あと一番長く使ってるヒョウ柄のコート、一番じゃないか、ヒョウ柄のコート長くエブリスネット使って、ヒョウ柄やっぱり好きだなって。2日連続ヒョウ柄で、中はニットにタートルニットに最近買ったボッテガの緑のバッグに、まあロングブーツで黒と緑とヒョウ柄って感じの、ちょっと大人っぽくなりたい時の服でした。ちょっと今ならちょっと暑いかもしれへんなー。この日は4日目、またヒョウ柄着てます。この日はファッションショーに遊びに招待してもらって遊びに行った時なので、お気に入りの服を着てるんですけど、ヒョウ柄のトップスも H&M のなんですけど超長く着てるし、アレクサンダー1のパンツは形が良くてめっちゃ気に入ってるし、このライダースはフッサのヴィンテージで買いました。レディースです。丈が短くてめっちゃ気に入ってます。まあ、ライダースもちょっと暑くなってきたけど、着れるうちに着とかなきゃと思って着てます。久しぶりにヒールとか履いて、ちょっとこれ後ろ外れてるんですけど、まあこんな感じです。この日はアンナの仕事についていった時なので、ちょっとできるお仕事ビジネスウーマン的な感じの意識をしました。まあ意識だけですけど、このパンツは友達が履いててどこのって聞いて買ったやつで、形がめっちゃ気に入ってます。後ろが開いてるのが可愛い。でまたジャケット着て、ジャケットはやっぱめっちゃできるって感じがするから好きです。あとこの日はパソコン持ってったので大きなテルファのバッグです。あとこのブーツもいろんな色持ってて超履きやすいし歩きやすいから気に入ってます。ジャケットもパーバーズのは何年も使ってる、これも超お気に入り。バッグも可愛い。この日はお出かけデーと仕事デーですね。この日はもう暖かかったからちょっとだけ暑かったです。このジャケットはサングラスは2号さんとジーンズのコラボのやつをつけました。あとこのパンツは購入品紹介で超気に入ってたあのビームスのパンツです。でザラのベストも色違いで黒と黄緑買いました。あとマーチンはいつもずっと履いてます。あとヒューマンメイドのジャケットは展示会に行ったのでヒューマンメイドを着ていきました。あとはセリーヌのバッグも2回目の登場で気に入ってます。はい、黄色いレンズ可愛いですよね。これ大きめで、この日は結構カラフルでお気に入りでした。はい、ラストはこの日はくっそ寒かったのに間違って薄着をしたっていう日です。ここはデニムはめっちゃアリーズの大きめなデニムで、バッグはちっちゃいデルファーの黒は超使ってます。トップスはマーティンローズのなんかセールで買いました。
あとこの袖のニットパーバーズも超気に入っていつも使ってます。はい、というわけで7日間の、全部で7日間のコーディネートを見ていただきましたが、どうでしたか？今思えば、あ、このバッグ使いたかったなとか、あ、やっぱりこの靴はよく履いてるんだなとか、ヒョウ柄好きなんだなとか、あと、まあ、茶色いバッグ多いなとか、なんか本当に着たいものもあとあったし、やっぱり季節によって、その時のブームによって、自分は全然いろんな、なんか流行りが自分の持ってるものの中でもあるんだなって思いました。なのでまたこの1週間コーデは毎日いろんなお洋服を一応楽しんできてるので、またやりたいなと思うので、まあよかったら高評価とか、こういうお洋服のテーマ見たいですとか、なんかそういうお洋服系の動画もまた撮りたいなと思ってます。以上、ゆりのでした。お疲れ様です。